ビム・キーフトはオランダ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。地元アムステルダムに本拠地を置くアヤックスにてプロデビューすると所属していた4年間で3度のリーグ優勝を経験した。1982年8月には19歳9ヶ月16日でリーグ戦50得点をマークした。10代で50得点を記録したのはキーフトただ。 一人である。自身も1981から82シーズンにはエールディビジの得点王となり、ヨーロッパゴール練習にも選ばれている。1983年にセリエ A に昇格したばかりのピサへと移籍するも、すぐにセリエ B へと降格した。1984から85シーズンは15ゴールを決め、1985から86シーズンに再びクラブを セリエ A に昇格させ、同年にトリノへと移籍した。翌年、PSV に移籍し、1年間のボルドー移籍を挟んで、PSV でプレイ、1987から88シーズン、チャンピオンズカップ決勝のベンフィカ戦では、延長 PK 戦で2番手のキッカーとして、PK を成功させ、優勝を果たしたが、同年のインターコンチネンタルカップ。 ナショナル戦では延長 PK 戦で PK を失敗した一人となり、チームは敗れた。1994年に現役を引退した。オランダ代表としては1982年3月23日のスコットランド戦で代表初ゴールを決めた。UEFA 欧州選手権1988では3試合に出場。グループリーグのイングランド戦でファンバステンのゴールをアシスト。 アイルランド戦で1ゴールを決めた。決勝では、出場機会を得られなかったが、優勝を果たした。1990FIFA ワールドカップでは途中、出場などで4試合に出場グループリーグ初戦のエジプト戦で1ゴール、第3戦のアイルランド戦では、フリットのゴールをアシストするなど、決勝トーナメント進出に貢献した。u e f a u ロ9 2にも招集され、 準決勝のデンマーク戦に途中出場した。1993年9月22日、ワールドカップ予選のサンマリの戦で代表では最後の出場を果たした。43試合11ゴールの成績を残した。2009年8月、フルス PSV アイントホーフェンのリザーブチームのコーチに就任した。ありがとうございます。